週週4回まで増えました。それとは別にウエイトトレーニングを週1回といっても変わっているようです。また増えてきました。この後筋肉が戻ってくれば泳ぎのスピードも戻ってくる。両方をちゃんとバランスよくというか、去年3月に入院中、思ってたより20倍水泳人生の始まりだと思うと言っていた伊藤選手、その受験人十分に溜まるような形で店舗に設置しております。一押しは外にもいい匂いが漂いそうなスープカレーです。
別のマンションで、元交際相手で別の洋菓子店店長の34歳の男が死亡しているのが見つかっていて、警視庁は男が野口さんを殺害した後飛び降り自殺したとみています。その後の関係者への取材で、昨日未明、野口さんのマンションの防犯、野口さんのマンションの監視カメラに男が脚立を持って歩く姿が映っていて、マンションの前に脚立が残されていたことが新たに分かりました。警視庁は男が脚立を使ってベランダから侵入し、野口さんを殺害したと。